信号待ちの時にまあキスする時の、有村さんのセリフですね、キヌちゃんのセリフですね。一回キスした後にあのこういうコミュニケーションは頻繁に、行いたい方ですかな、したい方です、あれは名言でしたね、はい、あれは一度言われてみたいですね。あれは言われてみたいですよね、ですね、ね、ちょっとこういいですよね、はい、うん、有村さん、私もあそこの同じシーンで、うん、押しボタン式信号ってこういう風に使う時ってあるんだなってそうね、あれ発見だね。普通はもう渡りたいから押してずっと待ってるだけだけど、あのモノローグめっちゃむずかったけどな。ありがとう、サンキュー、サンキュー、押しボタン式信号言いにくくてその恋愛の先に結婚があるのか、恋愛と結婚は別物なのか、これどっちだと思ってます？その究極に選ぶならばどう考えます、須田さんすごいこと聞いてきますね。でもそこって基本的なところですから、誰もが思ってるところだから、あんまりその恋愛結婚で縛って単語で考えたことはないですけどね。そうですか。相手によるのかなという、その2人のムードによるのかなっていう気もしますけどね、うん、有村さんは、うん、私もあんまりその恋愛結婚っていうワードに縛られていないというか、うん、ああそう、若いからかな、2人が良ければどういう選択でもいいかな。じゃあ例えばこの人恋人だったらいいけども結婚は違うなとか、そういう見方を異性に対してしたりはしないんですか？したことはない？ありますあります。あ、あります。あります、あります、うんうんうん、それはありますけどね、うんうんうん、あります。ってことは違うのか、うん、あ確かに。有村さんは、難しいですね。難しい。でもそうですね、一生が寄り添う方ですもんね、結婚となると、まあ、そうするとやっぱりちょっとは考えるかもしれないです。恋愛自体の、面白さだったり楽しさだったり、滑稽さだったり可愛さみたいなものがすごく丁寧に描かれている作品です。みんな多分見てる人、恋愛経験ある人、きっとこうなんか過去のいろんなものがほじくられるような、でちょっとこう小書箱もなんか愛しい気持ちになる映画になってると思います。なので、なんかうーん、温まってください、よろしくお願いします。この物語は本当に男女問わず世代問わず、あの皆様の中にも、しまってあるような、思い出だったり物語があるのかなというふうに思っています、うん、恋愛の醍醐味ってこうだよなみたいな、そういったことがたくさん詰まっているので、あの温かく見守って、麦と絹を見守って、帰っていただけたら嬉しいです。